はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。小川様、久保田様、美雪様、横田様、秋山様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、としなが様、まさゆき様、永田様、水戸のひろやす様、ももちゃん様、ゆうみ様、対馬陽子様、ケチママ様、子猫のしっぽ1号2号様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。その他物品でのご支援もありました。誠にありがとうございました。不法滞在を増やすな、外国人実習制度廃止デモ、つつがなく終了を終えてまいりました。水戸のひろやすさん、水戸からご参加くださったんですよ。ご支援もいただきの、ご参加もくださり誠にありがとうございます。遠いところ、この写真にもあの水戸のひろやすさん写っております。ご参加くださった皆様、宣伝応援してくださった皆様、誠に誠にありがとうございました。同じお題で、でもですね、また場所はどこかわかりませんけれども、またこれ続けたいと思いますので、その時はまたのご参加よろしくお願いいたします。終わっての感想なんですけれども、参加者の皆さんの平均知能指数が高いなーっていうですね、高いよなーっていう、まあ沿道の若者なんかはポカーンとした顔してやっぱーんって眺めてんですけれども、まああのデモ参加者さんは外国人実習制度をこのままにしとくとやばいって、危機感持ってくださって、まあ賢いなんだよなーいうようなことを感じました。非常にあの沿道のなんつーの人ら何も考えてなさそうな、人らの顔をニヤニヤしながら、まあそんなことはどうでもいいんですけれども、18歳から24歳の Z 世代、Z 世代ってこの人ら言うのか、そうなのか、将来に希望を感じていない7割だそうであります。複数回答ね、政治がダメ 56.7%、 少子高齢化 42.1%、 資産が安全でない 26.8%、 格差分断 24.9%、 エゴイストばっかり 19.2% と、世論です。昔ほど押し付けられてないだろう、何でもかんでも社会のせいにすんな、自分が希望になるって気はないのか、生まれた時から重税不景気だし、これ大きいと思うな、なんか景気いい話聞かねえもんね。学生運動やってた世代と同じようなこと言ってる。少子高齢化はお前らが子作りしまくれば解決するだろう。本来未来に希望がある、伸びしろがある国ってジンバブエとかだぞ贅沢になれるとそれが当たり前になるってことや、いうことなんですけども、資産が安全でない 26.8% っていうのは分かんないですね。これ将来が経済的に不安っていう意味なのかな。これっていつ調査しても7割ぐらいが将来が不安って、結果になるんじゃないのかな、若者だと。若者がですね、未来は明るいって、言っちゃってですね、能天気とか思われるよりも、未来が心配って言ってた方が無難。ちょっとかっこよくもある。だしね、政治がダメ。若者投票には行かないから、議員は自分に投票してくれる人のために働くわけで、現在は高齢者ほど、投票に行く、50代より60代、60代より70代の方が投票率が高いという具合でですね、これだとどうしても高齢者が得する政策になるよね。こういうのは最大多数の最大幸福って言うんですけれども、で、最大多数の数のうちに入るのは投票に行った人だけであって、政治がダメって言うんだったら、若者はガンガン投票に行って、あとはね、応援する議員とこに顔出してね、まあそんなことやんないか。若者は恋愛に忙しくて。なんやかんやっても、日本ほどいい国ないよ。知らないから将来が不安とか言ってるけど、そんなだったら、アメリカもイギリスもフランスもドイツも、日本よりもっと将来不安よ。外国、あっちこっち行ってみりゃわかるよ。
行かないまでもネットですぐ調べられるよ。生の卵を食える国他ないよ。水道水飲める国も数えるほどだよ。救急車が無料の国も数えるほど。日本の最低賃金で卵3パック買えます。生で食える卵、アメリカだと2パック買えない。しかも生で食えない。これは高橋洋一さんも言ってましたけれども、日本は1000円で買えるもののクオリティがダントツって言ってました。格差分断 24.9%、 昔より SNS で格差が見えやすくなったっていう説もありまして、それで若者はですね余計に暗くなっちゃうというか、 SNS が絶望的な格差を可視化させる。文句なしの美男美女で、その上一流大学だったり何らかの分野でプロ級の才能を備えた人間がゴロゴロいて、家も裕福だったり、圧倒的な美貌やスタイルの差を見せつけられ、努力では到底太刀打ちできないほど突き抜けた知能や才能を見せつけられ、働くのがバカらしくなるような裕福な暮らしぶりを見せつけられる SNS で、から恋愛から遠ざかるっていうこの人の説なんですけれども、なるほどな、絶望的な格差が見えやすくなったっていうのはそうかもしんないな。ネットでね最上級の人ばっか見慣れちゃって、美貌も才能も裕福さも最上級の人ばっか見慣れちゃって、そうでない人がゴミに見えてしまうのかな。羨ましい、妬ましいで心が壊れる前に SNS から離れた方がいいよね。こういう恨みがましい人はけどそれが少子化の原因じゃないような気がすんな。っていうのは SNS 普及前から、今で言うと2009年ぐらいにツイッターって日本で始まったんですけど、それより前に少子化始まってましたからね。やっぱし女性が輝く社会よとか言って、女性をですね出産と育児から遠ざけようってするバカ政治がダメなんじゃないのかな、少子化の原因って言えばって私は思いますけれども、だが女性も働かした方が高齢者の得になるんだろうか。高齢者の投票率が高い、高齢者の得になるような政策ばかりが進められる、してみっと女性が輝く社会も高齢者の何らかの得になるんじゃなかろうか。仕組みは分かんないですけど多分ね、納税者多い方が女性も全員専業主婦になっちゃうと納税者が減るっていうか、福祉も安心っていうかね、仕組みは分かんないですけども多分そうなんじゃないのかな。ということで若い人、18歳から24歳までの人、7割が希望を持てない不安だって言ってますけれども、まあまあねいつの時代もそうだったんだねえのかなって、思いますけどね。学生運動をやってた人らは社会が悪いっつって、皆が平等な共産主義革命をとか言って、学生運動鉄パイプ持って火炎瓶作ってやってたわけで、まあ社会が悪いっていう、そういう人らはある一定の数はいますよね、いつの世の中にもね。あとSNS で格差が、まあいいものは見れますけれども、それでね金持ち、すごい金持ちの姿見て心折れるかどうかはその人次第だよな。働くのがバカらしくなるって言ったって働けよいいから、って思うんですけれどもね。というわけで、外国人実習でも、満員御礼、終了、無事終了、誠にありがとうございました。またのご参加をよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。